は秋田県仙北市にある滝尾物川水系玉川の方線湖で合流する湯淵沢は大部分が比較的緩やかな舐めとこの続く沢だが途中中の滝二天の滝の2つの巨爆が落ちている二天の滝は上流部に位置し直接アプローチできる登山道等はなく上流からと下流からの走行ルートがあるがいずれも案内人が必要な卑怯滝であり 仙北市の自治体や観光協会のサイト等でも全く触れられていない。二天の滝のある、湯淵沢が流れる森吉山、舟森、女上山一帯は、新大三期末火山岩に分類される、安山岩や石英安山岩からなる層に覆われ、田沢山聖火山岩と呼ばれている。西の森吉火山、東の夜景山火山付近は、 火山から噴出した奇跡安山岩に代表される第四期火山岩に被覆されている。二点の滝は田沢山聖火山岩の分布地域に位置し、海抜800から1000メートル前後の大地性地形と、海抜450から900メートル前後のま間ぶたな渓谷で構成されており、新植林根の早年期地形を呈している。そのため、 この岩類の地域の沢川は、急峻な渓谷を形成し、瀬や滝が多く形成される。また、田沢山西火山岩類の火山再雪流の、末端部では、高さ80から150メートルの旧街を作る、場合がある。湯淵沢の流れる一帯は列、暇谷を作りやすい地形にあり、直角に近い角度で屈曲したり、 本流と市流の合流もやはり直角に近い角度で合流したり、また特に河川に沿った侵食作用で U 字型の峡谷を作っており、深く平坦な曲がりくねった沢と突如現れる断崖に滝が存在する様相を示す。二点の滝へのアプローチは上流側と下流側の二ルートがある。ありがとうございます。